そういう小松は横なんですね。いつの間にか。で、市街地に入れんだ。あ、マッコを閉まるのか。これ意外とマッコは閉まるんだね。ああ、こっちがもう駅の東口とかなんだ。ああ。駅前にどっちなんだ。この時間は駅前周りはそんな静かな感じですね。で、これが駅なんだ。なるほどね。ああ、立派ですね、やっぱり駅は。待ってるって。駅。こんな感じと。へえ。よし。一回どっかコンビニ止めて、あ、地図見ないんだったっけ、地図を見ないで行くだったっけ、今回のあれ、一応企画は、うん、小松沢だとインターから外れてってんのかな、高速の。そういえば逆にちょっと山の方走ってますもんね、確か北陸自動車道って。でまあ、小松市もいっぱい駐車場とかはあるんで、ポーンと来てパーク&ライド系の企画は全然余裕でできますね。あ、でも案内出てきたね。北陸道、あ、案内出た。あ、これ曲がったらいいみたい。よし。じゃあもう北陸道乗ろうか。なるほどね。まあ、サービスエリアとかの方のが、ちょっと車をね、ゆっくり止めときやすいですね。あ、この時間から乗れたら、結構いいとこまで行けるでしょ。9時。今日町。だからやっぱこの辺りが元からのあれでしょうね。名前からしても。だしからの繁華街のあれでしょうね。ショート。よいしょ。うっとぅ、浜田町。海が近いんかってことは。あ、この辺りはの、その、地名の割り振りの感じは、やっぱ、どこも似てきますよね。で、浜田とかってなってるところは、比較的中心地に近いところで、塩浜ってなってると、いわゆる塩田とかがあったような地域なんで、いわゆる、外れになっていて、あ、そういうところなんで、物流センターとか、港湾の基地とか、
工場地帯とかができたりすることが多いですね。千葉の塩浜とか四日市の塩浜が両方もそんな感じになってますもんね。なるところは大体大名行列とか通るようなところとかになんかあれしとったようなあれとかがねあったりだとかなかったりだとか、これ本当にこれ北陸道あんの？さすがにこの時間漁港行ったってさすがに、あ、まあ、もうちょっと水揚げは始まってるかもしれませんけど、これは、あ、温泉か、温泉はね行っちゃってもねさすがにねですからね、しかし高速の関ヶ原まで乗って関ヶ原、あ、夜まで乗るパターンもあるか、養老ありだね。養老まで乗って大数国道もありだね。あとどうは？なかなかな構造でございますな。いえ、よし。そこか。富山本部行ったらダメだ。福井。